なんだろう。さあ、ジーナ姉さん投げて。やっぱりだね。失敗する気がする。大丈夫よ、目隠ししてないし、これは練習なんだから。でも、もし本番でレイファに当たったら。自信を持って、姉さんは弱気にさえならなきゃ絶対にできる人なんだから。でも、ううやっぱり無理。そんなんだから、いつまでたってもシカータさんは姉さんの方を振り向いてくれないのよ。え、知ってるんだ私、姉さんが彼を好きなの。けど、もう諦めた方がいいみたいね。なんでそんなこと言うの。だって彼が好きなのは、もっと自分に自信があって、活動的で思い切りがあって、今のジーナ姉さんとはまるで正反対の。分かってるわよ、そんなこと今言わなくてもいいじゃない。すげえ。やったわ。ほらね、姉さんはやればできるんだから。え、その調子でやれば本番でも絶対に大丈夫。レイファ、あなたわざと私を怒らせて。ごめんなさい、どうしても次のリコ村の公演で成功させたかったんだもん。それに本当はシカータさんも姉さんのこと気になってると思うよ。そうなの。姉さんを意識しすぎてよそよそしかったりぶっきらぼうだったりしてるんだと思う。ほら、あの人も相当シャイみたいだから。そうかしら。もう年下のあなたが余計な気を回さなくていいの。いや、ちょっと前から見てたんだけどさ、ビビった。すげえよ、俺見たことないもん、あんな炎を使った技。ねえ、どうやって出してんの？あれって熱くないの？極技団の人なんだろ？ええ、あなたは？あ、ごめん、俺ビーストハンターのアイル。ビーストを倒しながらあちこち旅してんだ。よろしく。私はリベール曲技団のレイファ。こっちはジーナ姉さん。姉さんって言っても本当の姉妹じゃないんですよ。私たちは赤ん坊の時からこの曲技団で一緒に育ってきてるんです。へえ、そうなんだ。けど曲技団にしては人が少ないんだね。あ、いえ。本当はもっとたくさんいるんですけど、準備のために昨日先に公園地へ向かったから。あ、そうだ、次はリコ村で公演だとかって言ってなかった？ええ、そうだけど。実はリコ村が危険なんだ、ザフナム軍の部隊が向かってるらしい。曲技団の公演ができる状況じゃないかもしれないし、下手すりゃ奴らに捕まって何されるか。そう、でも仲間がもうリコ村にいるのに私たちが行かないわけにはいかないわ。ええ、それにザフナム軍の前でも私たち何回か講演してるんです。兵士たちの慰問になるからって半ば強制。そっか、まあちょっかい出してこなきゃいいんだけど。気のせいかアイルさん、さっきからレイファの方ばかり見て話してる気がするんですけど。え、そんなことないよ。ただほら、すごく綺麗なペンダントしてるからつい目がそっちに。あ、これ珍しい形でしょ。別に値打ちはないかもしれないけど、私には宝物なの。
大丈夫。早くみんなのところへ行こう。怖いわ。ティーファ！どうしたんだ？そんなに取り乱して。ジーナ姉さんは両親とビーストに殺されてるの。とにかくね、ここはビーストハンターの俺に任せて。俺が奴らの相手をしてる隙にここを出発するんだ。でも。さあ、早く。はい。ここは一歩も通さねえぞ。よし、ひとまず全部片付けたみたいだな。あの子たち無事にリコ村に着けばいいけど、さあ俺も急ごう。思った通り例の曲技団はこの村に来てますぜ。ようやく会える、レイファ。中に入るに決まってるじゃねえか。なんだお前ら。現在この村はザフナム帝国の支配下にあり、出入り口は全て封鎖中だ。痛い目に遭いたくなければ回れ右してとっとと失せろ。この村で好き勝手されてたまるかよ。回れ右して逃げ帰るのはお前らだ。
こりゃいい。おい小僧、貴様我々の相手になろうって、そのバカでかい剣でも振り回して。だったらどうする。どうしても早死にしたいなら願いを叶えてやろう。あの世で後悔するんだな。何がザフナム軍だ。奴らの隙にはさせない。急ごう。なんてことだ。助けて。もう少し手応えのあるやつはいねえのかよ。だ、これじゃクソ面白くもねえ。許さねえ。こいつが軍用ビーストか。強い。野生のビーストとは全然違う。他の人たちは、レーファーたちは、オール早く行け。そんなおもちゃみたいなナイフで俺たちを殺せると思うのか。バカな女だ。あの男と同じように首の骨をへし折ってやろうか。やめて。お願い、姉さんには手を出さないで。殺します。待て、その女も一緒に連れて行け。どうして？姉さんは関係ないんでしょ。私だけ連れて行けばいいじゃない。君がおとなしく私に従うなら、いずれ彼女は解放しよう。約束する。だが、どうしても彼女の同行を拒むというのなら、今ここで殺すまでだ。作戦成功ですね、ユリウス大尉。
あいつは